オタマトーンの演奏方法をご説明します。まずはこの後ろ側、ここに2つのスイッチがあります。ボリュームのスイッチと音程のスイッチです。まずはボリュームを最大にして音程を真ん中にしましょう。オタマトーンの体の説明をすると、ここがお口、そしてここが尻尾スイッチ、そしてこれがフラッグです。まずはこの尻尾スイッチをつまんでみてください。このようにつまむと音が出ます。これをプッシュ奏法と言います。このプッシュ奏法のまま指を滑らしてみてください。これをスライド奏法と言います。次はプッシュ奏法でつまんだままこのお口をパクパクさせてみてください。これを口パク奏法と言います。プッシュ奏法、スライド奏法、口パク奏法、これを組み合わせるとこのように面白い音が出ます。オタマトーンにはこの練習シートがついてきます。オタマトーンを練習シートの上に置いて番号順に押してみましょう。カエルの合唱が演奏できます。慣れてきたらこの練習シートは使わずに指で押してみましょう。こんな感じです。オタマトーンのいろんな演奏方法、普通に演奏すると、ですが指をスライドさせながら演奏すると、このように面白い奏法ができます。これをポルタメントと言います。次は演奏しながら口をパクパクさせてみましょう。ギターのワウのような効果が出ます。これをワウ奏法と言います。次は演奏させながら尻尾スイッチを前後に揺らしてみましょう。このようにいろんな演奏方法を組み合わせて表情豊かな曲を演奏してみてください。